人間が作った昆虫カイコ。人間が作り出した昆虫がいるのはご存知ですか？それはカイコ。カイコがさなぎになるときに吐き出す糸を絹糸として生産し、明治以降の日本を支えてきた昆虫です。このカイコ、元はクワコっていうガーでした。5000年前の中国にて、よりたくさんの糸を吐き出すクワコのみを掛け合わすことによって生み出されました。その結果、糸をたくさん吐くカイコっていう人間オリジナルのガーができたんやけど、カイコは羽がついてるのに飛べないんやね。幼虫時代は風が吹いただけで葉っぱから落ちてしまうぐらい足の力が弱くなってしまったの。つまりカイコは自然界では生きられない昆虫として、人間の元で生み出された昆虫なんですよね。詳しい動画へのリンクはコメント欄から。